黒川敦彦氏の YouTube チャンネルの情報に関して昨日の私の動画の内容の追加をしたいと思います。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。はい、ただいま令和5年の7月23日日曜日、時間が18時23分でございます。はい、私ただいまね、西武ドーム、ベルーナドームの方にね、来ております。まあちょっとね、騒がしいですけれど、ご容赦いただければと思います。はい、ちょっと昨日のね、動画の訂正というか追加になりますね。はい、まあどういうことかというと、黒川敦彦氏がですね、自身の YouTube チャンネルで、いろいろとね、立花隆投手が、反社とつながりがあるということをですね、しきりに言っていたわけなんですけれど、その動画がですね、ちょっとなくなっていましたので、それに関して証拠隠滅じゃないかと私がですね、言及をしたんですけれど、調べたところですね、セカンドチャンネルがあるということで、そちらにね、動画の方は移しているとのことでした。ということで、いろいろとね、理由があるということで、セカンドチャンネルに移されたのだとは思います。元のチャンネルがチャンネル登録者数26万人ということで、セカンドチャンネルの方がですね、今ね、準備中みたいなところで、チャンネル登録者数1万3800万と、なっておりまして、はい。とりあえずこちらの方はですね、動画の方が41本ありまして、はい。こちらに、立花隆投手と、反社との関係をね、示唆する、動画がですね、たくさんあるということでございました。ということで、証拠隠滅なのではないかということについてはですね、その辺は、ある意味訂正という形とさせていただきますということで、私の方もですね、証拠隠滅じゃなくて、少しね、安心したところではあります。もちろんね、動画をすべてチェックしたわけではないので、なんですけれど、それらしい動画は、あるみたいだなということは、見たつもりでございます。これまでのね、黒川敦彦氏の動画の内容についてはですね、はい、立花隆と反社の関係ということを、しきりに言っていて、それに関してね、ちょっと証拠は、提示されていなかったということはですね、私の方も、言及させていただきましたので、そういう動画が残っているということは、改めてね、安心させていただいた次第でございます。というわけで、すいません、大変騒がしい中での動画撮影、見ていただいている方ちょっといろいろと思われるかもしれませんけど、皆さんの、ね、反応もちょっとね、見たいということで、今回ここで撮影をさせていただきました。ただいまベルーナドームですね、西武ドームで、西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの、試合ということでございます。試合内容はね、ちょっとお映しはね、できないんですけど、ここでね、動画撮るのであればね、大丈夫だろうということで撮影の方をしております。で、今回、撮影する分にはね、なんつうのかな、幸いと言いますか、西武にライオンズにとってはね、ちょっと残念なことかもしれませんけどもね、結構ね、周りの席はね、空いてるんですよね。というわけで、はい、周りは結構広々としております。というわけで、こんな感じでちょっと一周します、ね。はい、少しだけ選手たちが第一の写真を送られます。というわけで、会場はね、こんな感じ。というわけで、会場はこんな感じになります。バックネットの方で、バックネット裏のちょっと上の方で観戦をさせていただいている次第でございます。結構たくさんね、ここは、空いてるんですけど、球場全体に見ますとたくさんのね、観客の方が、おられまして、非常に盛り上がっております。で、このね、上の席見えますかね。はい。結構開放的なお座敷があってですね、はい。こういう席もあってすごくいいなと、思いました。知り合いの方とか、たくさん友達の方とかね、と一緒に、野球キャンスをね、楽しむっていうのはすごくいいなと、はい、思います。確か、この一連の6人分ぐらいのね、お座敷席、ね、数万円、4万円から6万円ぐらいで、なんかね、ありましたので、非常に面白いと思いました。それ以外にもね、こちらの、なんか、
テラス席っていうんですか、そういうのもまあありますし、非常に、面白いところでございます。はい、まあ、普段ね、NHK 党のお世話になっております、まあ、撮影関係のね、YouTube チャンネルのお世話になっております、栗山さんじゃなくて、荻野さんか。はい、荻野さんも、熱烈な、ね、西武ファンということで、ちょっとこちらでもね、少し挨拶の方させていただきました。まあ、今回は、まあそうですね、牧原啓一郎さんもね、こちらに来られておりまして、で、まあ、この後ですね、試合の方終わりましたら、というか、少し先に抜けるかもしれませんけれど、まあ、所沢市議会議員の方と、まあ、お話をさせてもらうと、牧原さん紹介のもとでさせてもらうことになりましたということで、一応ご報告させていただきます。ということで、以上です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。ということで、まあ、ちょっと中途半端ですけど、はい。カルビ焼肉丼がありますので、まあ、これからいただこうと思います。同時にですね、はい、野球観戦の方を楽しもうと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。